6月1日からですね、国の認可が必要な家庭向けの電力料金の値上げをするというニュースがやってまいりました。標準的な家庭ですね、実質的にまあ 14% から 42% の値上げになると。5月使用分と比べるとですね、月906円から3792円も上がるということで、もう年間負担額、下手すると4万円を超えてしまうということでですね、値上げをするのは、実は北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、沖縄電力の7電力であると。で、まあ、さらにですね、北陸、中国、沖縄の3電力の値上げはですね、第二次オイルショック以来、1980年以来43年ぶりということでですね、なかなかですね、値上げされないんですけれども、値上げしてしまったということでですね、まあ、いろいろ理由はあるんですけれども、値上げをしてないですね、電力会社ですね。九州電力とか関西電力、こういったところはですね、原発が再稼働しているのも一つの大きな原因になっております。これはですね、東日本大震災でメルトダウンを起こした福島第一原発と違う方式の軽水炉だったので、まあ、認可が降りやすかったっていうのもあるみたいです。中部電力は、電力料金上がってねえじゃねえか、その割に原発も再稼働してないじゃないかという、まあ、こうして気を受けることがよくあるんですけれども、そもそも中部電力はですね、もともと電力料金が高かったみたいなんですね。その火力発電の燃料代とかですね、そういったものの値上がりの許容幅みたいなものがですね、原発事故後ちょっと時間が経ってからですね、その基準値みたいな決められていたのでですね、それで中部電力っていうのは上がってなかったと。さらにですね、これは認可が必要なのはですね、家庭用の電力だけなんですけれども、法人向けの電力料金というのがですね、めちゃくちゃ上がっております。インターステラテクノロジーズ、北海道に我々のロケットの会社ですけれども、こちらの電力料金も数年前と比べると3倍とかに上がってんのかな。もうだからバカになんないです。原材料費が高騰していることに加えてですね、電力はもうすべての産業に必要なので、工場とかそういったところで電力をまあ使っているところはもう本当青天井に上がっていきます。国の認可必要ないんで。なので、まあ中部電力はそれもあると。工業地帯、トヨタ自動車とかですね、そういったところに価格をまあ転嫁しやすいので、家庭用の料金を上げなくても済んできたという部分もあるようですね。でも、この、原材料費とかですね、いろんなものの高騰によって、新電力とかもですね、要は上下分離されてですね、東京電力パワーユニット、パワーグリッドとか、そういった配電会社に対してですね、配電会社はその、新電力の電気をですね、売らなければいけない義務を負ったので、新電力が、ウゴのタケノコのように現れましたけれども、電力の原材料費がですね、高騰しすぎちゃってですね、赤字になったり破綻したりとかするところも出てきてると、そういった状況になってきております。もう本当に電力系は惨憺たる状況なので、まず原発再稼働、まず家庭用の料金が今回上がったので、もう皆さんの生活、お財布をですね、もうバチッヒットします。直撃します。なのでもう、こんな電力料金高いのってなって、多くの人たちが、これ原発再稼働してないからじゃないの？それはその通りなんです。原発再稼働してないんで、電力料金は上がる一方なんですね。で、まあ、そういった再生可能エネルギー系、太陽光とかですね、風力とか、めちゃくちゃ原価かかるんで、それをまた国が補助しているので、まだマシなわけですけれども、まあ、それもですね、永遠に続くわけではないので、だそう考えるとですね、原発再稼働せざるを得ないはずなんですけれども、まあその辺がですね、政策的にやっぱりその東日本大震災のね、ショックが強すぎて、なかなか再稼働に政権も踏み切れなかったわけですけれども、今回、最近ですね、内閣の支持率も安定しておりますので、ここに来て一気に、原発再稼働の審査をですね、緩めて、再稼働させないとですね、もう産業の製品がどんどん値上がりしていくので、インフレがずっと続いていくと、皆さんにはなかなか見えづらいかもしれないですけれども、製品価格が高騰するということの原因の一つは、この電力料金、法人向け、特に法人向けの電力料金が上がっているということに他ならないです。ということで、皆さん、この値上げする地域にお住まいの皆さんはですね、年間1万から2万ぐらいは最低でも上がると、下手すると 4,5 万上がっちゃうかもしれないというようなことでですね、何をやらなきゃいけないか分かりますよね。皆さんは電力高騰による対策として原発再稼働に賛成ですか、反対ですか？コメントにてご意見お願いします。ご視聴ありがとうございました。